で、完全な初対面がね、オリバー先生。実はもう裏でもなく、初めてお会いしたんですけど、初めてローラースケートの練習でお会いするってなった時にね、もうドア開けてスカイツリーが入ってきたね。あんなに大きい人初めて見たかもしれん。あんな大きいことあるんだね。先生もさ、振り返りされてたじゃん。で、なんか切り抜きにもなってたからちょっと見てきたんですけど、俺そんなにハワってしてた？は、はーっとはなってたけど、そんな、ハワーなってたんかな、うん、ってなってた。大きい。そのスタジオで、その直接お会いしたことはなかったけど、なんかめちゃめちゃでっかい靴が、収録スタジオに置かれてて、その前通って、あ、このでっかい靴誰のですか？あ、それオリバー先生のですね、みたいな。先生に会ったことはなくても、先生の靴は見たことあったの。あ、あの靴の持ち主か、みたいな。靴のサイズがもう俺の 1.5 倍ぐらいある。でけえ。で、まあ、初対面ではあったんですけど、ちょうどそのローラースケートの練習が始まるぐらいから、リーバースライアーズのね、収録も始まってて。で、結構出番が近いというか、収録のタイミングが一緒になることがちらほらあって。なので、初対面だった割には、あ、また明日みたいな。会う頻度的には一番高かったかもしれん。練習外でも、その収録とかで会ってたから、めちゃめちゃ会ってたな。つい一昨日も会ったみたいな。あ、うん、歌謡祭の方が先だった。初めましてしたの。うん。すごい優しいしね、もう、物腰めちゃめちゃ柔らかだし、美味しいご飯屋さんをね、いっぱい教えてくれるの、先生。練習終わってお腹空いたなってなったらね、この辺に僕の知ってる美味しい〇〇屋さんがあって、ってみんなでね、オムライス食べ行ったりとかね、美味しかったー。でね、たい焼き屋さん教えてくれて、で、たい焼きを食べたら、もう、初めてこんなに美味しいたい焼き食べたレベルで美味しくて。オリバー先生が食べてるものを俺も食べたら多分あれぐらいでかくなるんだろうなと思って食べてた節はあるけど。俺もスカイツリーなれるかな？なんだろう、先生のでかさがわかるエピソードで言うと、まあ、練習終わって、途中の駅まで一緒に電車に乗ったりするじゃないですか。電車ってさ、吊り革があるじゃん？で、吊り革持つやん。先生でかすぎて、吊り革じゃなくて天井のさ、通風口みたいな、溝あるでしょ？電車のさ、上にさ。あの溝ね、こうやって持てるの。さすがにそこで体重支えるようなことはしないけど、通風口の柵みたいになってる、あれをね、こうやって、両手でこうやって持てるの。そんなことしてる人間俺初めて見たよ。俺一生触れないとこだよ。俺が一生触れないところを、あの人掴んでやがると思って。そんな人間がこの世界にはいるんだな。別に俺も小さいわけじゃないんですよ。俺もね、全然人並みです。180センチあるの。俺だって釣り革届くもん。ちゃんと釣り革持てるよ。もうまあ、その俺をしても、でかいと言わざるを得ないスカイツリーでしたね。スタイルがいいのさ、足が長えの。ローラースケートしててもね、足絡まらないかすごい心配だった。ただでさ、その190超えてるのかな？もう、だったよね。俺もさ、ローラースケート履くからでかくなるけど、オリバー先生の振り返りで、マサルくんを見るときに、こう、顎がついてたとか言ってた。そんなにそこまで俺見下ろされてた？確かに俺もこうなってたけどさ、先生そんな、顎苦しかったんですか？すいません。